ナディアだ。ゴブリン、ナディアを放せ。まさかここまで追いかけてくるとは。見上げたものだな。ゴブリン、グリーンノアを元に戻して。おお、フィッシス君、また彼らと仲良くなったのかね。忙しいことだな。あなたはグリーンノアが何なのか知っていたのね。それで私を利用したんだわ。フィッシス君、それはお互い様だよ。君はナディア姫やその仲間に復讐したかった。君も納得して彼らを裏切ったろ。これは取引だよ。違う、フィッシスにそうさせたのはお前だ。何が言いたいのかね。人の心の傷や弱みにつけ込んで自分の思い通りにしようとする、お前もガーゴイルと一緒だ。礼儀を知らん子供だ。その無作法は高くつくぞ。じゃあ危ない。じゃあフィッス、フィッス、しっかりして。愚かな。まあいい、どうせ島ごと始末するはずだったからな。小僧、次はないぞ。やめてー。もう、ブルーウォーター、させるか。ブルーウォーターを戻せ。コントロールを失ったグリーンノアがどうなるか誰も知らんのだぞ。グリーンの
失って暴れているよ。ブルーウォーターは、ナディアさんは大丈夫、ちゃんと君のそばにいるよ。じゃあ遺跡に行って。遺跡？グリーンのホットベルには、もうそこに行くし。傷はどうなんだ？弾は貫通してますから、応急手当てで大丈夫だと思いますけど、出血が…ぐずぐずしていられないってわけだね。そうそう、遺跡に行くよ。え？何を聞いてたんだ。あの化け物をやっつけるんだよ。ぶっ飛ばしろ。ガッテン！ここがフィシスの言ってた部屋かい？でも、ここは何もなかった部屋よ。フィシス、本当にこの部屋でいいの？ナディアさんのブルーウォーターが道を示すはず。フィシス！床に目印が書いてある部屋だ。痛みで気を失ったんだ。下手に起こさない方がいいよ。でもこれじゃ、何をどうすればいいのか全然わからないよ。ブルーウォーターが道を示すとか言ってましたね。ナディア、あんた何か思い当たることはないのかい？そんな、急にそんなこと言われてもわからないわよ。どんな些細なことでもいいんだよ。落ち着いて考えてみるんだよ、ナディア。無理よ。だって私はブルーウォーターをなぜ持っているのかさえ知らなかった。ナディア、今だってそうよ。この石が不思議な力を持っているのは分かっても、それを何にどう使えばいいのかだって分かっていないのよ。君にならできるよ。え？だってその石は今まで君を守ってきた石じゃないか。今度もきっと君を助けてくれるさ。じゃあ。なんだろう、ブルーウォーターが光り始めた。見ろ、壁が扉になった。すごい。ナディア、ジャン、今私どうしたのかしら。覚えてないの？ええ、なんだか夢を見てたみたいなの。ブルーウォーターがまた光ったんだ。そしたらあの壁が扉になって。じゃあのんびり話してる暇はないぜ。さて、何が飛び出すことやら。行けばわかるさ。これエレベーターだよ。下に何があるんだろう。長いエレベーターですね。どこまで続いているのかしら。止まった。なんだい、こりゃ。大砲みたいだな。こんなでけえ大砲、初めて見るぜ。これであの怪獣をやっつけるのかしら。でもこんなのどうやって使うんだろう。
しよう。あの化け物、調子に乗りやがって。このままじゃおだぶつだぜ。道が動いてるよ。道が動く？